放送席、バファローズファンの皆さん、バファローズ、今日は投打のヒーローに来ていただきました。山崎福也投手、スティーブン・モヤ選手です。まずは、山崎福也投手、5勝目、おめでとうございます。ありがとうございます。残り試合も少なくなっている中で今日は15試合目の登板でした。今日はどんなことを大事にして挑みましたか？シーズン最後の試合だったので、何とか、結果を残すということを頭に入れて今日は投げました。その思いの通り立ち上がり完璧でしたね。いかがでしたか？そうですね、いいテンポで投げれていたのでそこが良かったです。2回以降ランナー背負っての登板となりましたが粘りのピッチングを見せてくれました。どんなところに粘れた要因ありますでしょうか？1球1球、集中して、低めに投げることを意識したことが良かったです。お隣のモヤ選手の活躍、目の覚めるような一発のホームランもありました。先制のタイムリーもありました。いかがでしたか？前回の試合でも、打ってくれてたので、今回もすごく、期待してたので打ってくれて感謝します。ご自身最後の登板という声がありましたけれども、これでキャリアハイの5勝目となりました。ご自身としてはどんなシーズンになりましたか？まだまだ、勝てるようにチームに貢献できるように来年も頑張ります。ファンの皆さんも期待していると思います。最後にそのファンの皆さんに改めてメッセージいただけますか？チームの試合は、まだ残っているので、最後まで応援してください。おめでとうございます。山崎投手でした。ありがとうございました。さあ続いて先制タイムリー含む2本のホームラン4打点の活躍、スティーブン・モヤ選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。先制のタイムリーは初回でした。打席の中では状態どうでしたか？I was just trying to, man on third, I was just trying to hit something deep in the outfield so I can, you know, get that run in the first inning. So that's what I was thinking. あの打席の中では、まあランナーサードという場面で、とにかくあの外野に遠くにボールを飛ばせば、ランナーを返すことができるというふうに考えながら打席に入っていました。そして欲しかった追加点となったレフト方向へのホームラン、こちら振り返っていただけますか？I was just thinking about, I mean, like every at bat, I'm thinking about, you know, getting a good at bat, get on base or, you know, hit the ball hard somewhere. And that one happened to be a home run. So the more I can help the team and my pitcher, like the better.とにかくあの前打席、しっかりボールを捉えること、それをあの考えながら打席に入っている中で、あの場面、ホームランという形になったんですけども、とにかくあのいい形で結果を残していけば、ピッチャーの応援になる、後押しになるというふうに思いながら前打席に立っています。その思いも7回でもあったんでしょう。7回のホームランは痛烈、目の覚めるようなツーランホームランとなりました。あのモヤ選手の理想のホームランというのはどんなホームランでしょうか？As far as it's over the fence, I'm happy. どんなホームランでも、とにかくあのフェンスを越えてくれさえすれば、もうどんなホームランでも大丈夫です。ファンの皆さん、明日以降も期待してますよ。最後に改めてファンの皆さんにメッセージをお願いします。
シーズン最後まで頑張ります。おめでとうございます。モヤセウスでした。今日のヒーロー2人、投げては山崎福也、今シーズン5勝目、打ってはモヤ、今日は3安打うち2本がホームランという大活躍でした。